あ、これもありがとうございます。こんにちは、ベタワンです。先日香川県善通寺市で善通寺メダカ祭りが開催されたので遊びに行ってきました。県外からもたくさんのショップの方々が出店されていて、いろいろな品種のメダカが販売されていました。そして今回私は初めて3000円のメダカくじにも2回挑戦してきました。メダカもたくさん撮影してきましたので、最後までご視聴いただけますと嬉しいです。朝10時には到着していたのですが、この日も暑かったですが、すでにたくさんの人でにぎわっていました。まず一番に行ったのは3000円のメダカくじを買いに行きました。私はメダカは飼育していないんですけど、家族がメダカを飼育しているんで、このメダカが当たったら家族が飼育してくれるということで挑戦してきました。ここにメダカの生態です。あ、メダカの生態ありがとうございます。じゃあ一回、はい、ありがとうございます、はい、いいですか、これで。あ、これ持っとったらいい。はい、持っとって11時に使いながら使いさせていただきます。あ、はい、お釣り7000円。はい、じゃあまた来ます。ありがとうございます。かき氷が200円っていうのに惹かれたんですけど、とりあえず後で食べようと思って我慢しました。それではお店を見ていきましょう。上州さんからね、金目は仕入れて。そうですね、青ラメの都会かな。入ってもらえたらなと、なんかすごいいい角度が。すいません、ありがとうございます売れちゃったんですけど。わ、すごい綺麗。なんていう種類です、品種です。ミッドナイトフリルラメタイプです。すごい。卵を持ってるんですか、これ。あ、持ってます。うわ、もう、うん、バリバリ産んでる子を持ってきたんで。わー、かわいい。見せていただいてありがとうございました。正面からもメダカを撮影してたんですけど、反射がひどかったんで、上目だけの映像でお楽しみいただけたらと思います。私の家族がこちらで3色ラメを購入しました。
場の方に。おお、何何何、一番って何ですか、一番って、一番一番一番、あ、ゾンビ、おおめでとう、なんか見てて今などんなさか、あの何メダカなのかなと思ってて、青目です、見えない色が違うんで、あのぜひ横見で見てみてください、ね、横見で、はい、あ、いいんですか、いただいて、ありがとうございます、黒彩色で青目で目が青いんで、そうですね、当たりました、よかったね、はい、ありがとうございます、無欲の勝利やな、そうそう、いただきます、なんか映ります、あ、なんかすごい綺麗だなと思って、なんか映るかな、行けた、あ、行けた、あ、綺麗、いや、私はあのメダカじゃないんですよ、あのベタ、あ、いや、あのワイルドベタ、最初に買ったくじの引き換えの時間まで少し時間があったので、かき氷を買いに行きました。動画を回しているといろいろな方からメダカを飼育されてるんですかっていう風にお声かけていただきました。で、私はメダカではなくあのベタを飼育しておりますっていう風にお返事すると、あー、ベタ綺麗ですよね、知ってますよっていう風におっしゃっていただいたんですが、あの多分小ベタのことかなと思って、私はワイルドベタを中心でしておりますっていう風にお返事すると、あーみたいな感じの反応で皆さんいらっしゃったんですね。やっぱり小ベタに比べてあのワイルドベタっていうのはまだまだあの皆さんに知られてないなっていう風に痛感しました。はい、お願いします、167番、はい、草餅になります、草餅、はい、丸町さんの、お店の方々も皆さん気さくにお話ししてくださって、すごく楽しい一日でした。また次回開催されたら行きたいなと思いました。それではメダカを連れて家に帰ります。このメダカは家族が外で飼育しているメダカなんですが、この間卵を100個買ったらほぼ孵化して一気にこの数になったそうです。このメダカはもう数年前から飼育しているメダカです。このバケツに入っているメダカは種類ごとで分けて飼育しているそうです。私はメダカは全くわからない世界なんですが、逆にそれが新鮮で今回本当に楽しかったです。香川県にもたくさんのメダカ屋さんがあるので、今後訪問したり遊びに行ってみたりしたいなと思っています。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。